やっほー、こばわは、こばわは、こばわは、こばんこばいごいんじゃないどうですかあんま変わんないどうですか先生、こんばん頑張ってください。ありがとう、いつも。ちょい眠。<laughs> <laughs> なんとか起きてる結婚していいよいいよあ、それなこんばんは前髪ね伸びてるよね今日はねちょい巻きなんですよちょい巻き今日制服の目のあの衣装の時ぐらいの感じ前髪それよりちょっと適当だけどワンカールぐらいしかしてないうん <laughs> 今からダンス踊る。ボサボサ <laughs> オイルか。なかった。髪い、嘘。目にかかってるけど。あ結婚していいよー。ここを食べてくれるなら結婚してあげる。このお肉を。<laughs> 今日いいありがとう。巻いてそうながさ。あ、でもめっちゃね、軽くしか巻いてない。<laughs> 食べて。絶対、ずっとそう思ってたよ、なんだかレナのことが好きみたい。好きってことですよ。<laughs> ご飯パスタ食べた。あ、手紙ありがとう。ハートだったハート あ、運転だから聞いてる。OK。レナラジオ聞いててね。だるわ。<laughs> ラジオ聞いててください。こんばんはー。アイスいっぱいありがとう。ブログちゃんと書きました。提出したのが7時半ぐらいだってめっちゃ焦った。やばいやばいみたいな。空が明るいじゃん。だからさ、あの、そんななんかね。 あれって思ってなくてそんなにあのあれって思ってなかったんです <laughs> いつも崖っぷちですよねあっほんと 本当にいいのわかんないけどえマイク潰してんのあ,あれだケースがないからだそういうことケースないからケースないから縦にしたらダメなんだあチャータローの話してないわそう明るさに騙されるよう、ね、なそうねじゃあこれでどうだ これでどうちょっとマシなったどう音。ガーイヌ、知ってるよー。どうですか今の音。音どう横画面じゃないとダメなんだね。今無理あ、オッケーオッケーオッケー。オッケーになった。結婚して、いいよ ほん当に画質変わってんのみんな的にあてかメールの画質はどうだったメールの画質はどうでしたかメール取ってる人どうだったあんま変わんないちょっとケープがもう崩れてごサごサに見えるえメール良くなってたん ほんまによくなってました <laughs> よくなってたメールがしよきあ本ほんとメールは気持ちが必要き結婚していいよ久々やから結婚してあげるーメールよくなってたよかったよかったよかった あモデルがね <laughs> モデルが多分よくなったメール取ってないのわかりませんすんでる極めてるやんメールはちょっとね顔紙の柄がはっきり見えたそうなのどんな写真を送ったっけ猫、ね、の写真を送りました ん友情が帰ってきた。よかった。無事で。<laughs> 戦いに行ったみたいな <laughs>。2枚目が強かった。本当にあ、なんか、あの、ブログは、ブログは多分いつもね、画質いいんですよ。1枚目は普通にあのブレて撮ったやつだから、もっともっと。あれなんだけど。 結婚していいよ俺もしてあげる結婚じゃあ俺には左のここを食べてもらおう兄弟してるよ金治りましたちょっとねまだ咳は出るけどそんななんかめっちゃゲホゲホって感じじゃなくて5本ぐらい違 <laughs> いが分かんないゲホゲホと5本の <laughs> あそういういことみんなの携帯によるときな。<laughs> 買い替えたけどなんかもう一個まだある今今日はね新しい携帯であのやっててであのー、今は古い携帯です。古い携帯が手元にあるってこと昨日の逆って感じ。 メール取ってない詐欺だね <laughs> アイさんありがとうよくなってるかわかんないかそんな,なんか近いからね猫とかはあんまわかんないよねあんまりわかんないと思うラバー写真いっぱい撮るね猫犬犬猫たちの撮りますね自分でわかんないですねブーちゃん元気だよブー,ーちゃん元気どんな夢見たのブー太郎の <laughs> 握手キューブなんですよね。私キューブなんでございます。キューブです。可愛い,い知てますよ。キューブなんですよ。握手がねー。結婚していいよー。じゃあどこ食べてもらおう？<laughs> 前髪食べてもらおうかな。伸びてきたから。<laughs> 前髪食べて。 画質いいのがバリ君しかないから <laughs>。あ止まらないで動かして。え、風やん、やばいね。みんな風邪ひいてるよね、でも <laughs>。でも、龍角さんは2個ぐらいしか食べてないです。風気味。同じタイミングとか運命じゃん。いや、運命じゃないから。レノ治ったしも。う <laughs> だから、ノ運命です。龍角さんのダメだ、んやった龍角さんは、 なんか風邪ひいたりのどいたかったら普段から結構食べるんですけど逆に龍角んしか食べへんかもなんか龍角んは薬感覚で食べれるけどさ他ののど飴はあのは普通に飴感覚でやからちょっと食べにくいというか画面大きいから見やすいとかないかもないですね壊れたの壊れたたたっってかかかかななんか普通におかしくなったから変えた <laughs> えメール送れるかもえメール送れないのかな一つじゃないとダメみんなに見てほしいやつがあって昨日ねメールさ700件って言ったじゃんレナが溜まってるメールが700件ぐらいってあの言ってたじゃんだけどなんかどんどんあの更新されてデータが移されて見てください見えないね <laughs> 全然見えない 見て。何つあるかわかりますか私の。メール。やばいですよね。ちょっと、普通にやばくって。あれねえ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 。レナのさ。ねえ、レナのさ。 今日のさ夜ご飯のさ写真さ送ってない送ったえね待って待って待って。えねねねねね今日のさレナのさ今日のレナのさコロナじゃないよ <laughs> 今日のさレナのさあのー、メールの写真来た やばいよね <laughs> モバメの返信いやモバメの返信はあのそういう違うんですよこうメールに届かなくて普通になんか変なえメール来てないなんか今さメール見たのそしたらなんかあのサイズオーバーみたいなえこのメールで撮ったからこの写真この携帯で撮ったからってこと えただの普通の写真なんだけど <laughs> じゃ今送ってみるね送れるかわかんないけど写真だけでもさ初めてなんだけどこういうのでも案外あ,んあったりすんのかな <laughs> ご飯食べたけどまあ、リーくんの写真でいいや じでも送れんのかなこれ2つ最悪なんだけど最悪ですね初めて初めてでえ普通のノーマルのカメラで撮ってでメールに送ったのしかも1枚だけねその写真 画質の設定どうなってるのえ、わかんない <laughs> こっちで配信するえ <laughs> わかんないわかんないわかんないえそうなんだえ、送ったと思ってたメール遅れてると思ってた <laughs> やば、くしゃみ出ない <laughs> くしゃみじゃないって言わなかったから言わなかったら何か分かんなかったと思うみんなが不きれの急にどうしたみたいな <laughs> あんなしっかりしたメール毎日全然しっかりしてない嘘の情報ダメだ言っちゃう <laughs> フェフフ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 にフ質フすぎフフフだろうね ショーで送んないとダメなんじゃない逆に画質ってどうやって送るのあの予約するの分 <laughs> かんないけどええー、いや「台」にして送ってないよ「中に,にして送ってる <laughs>、ね、残念な知らせすぎる あ、カメラで設定するの <laughs> 容量大きいと小さいのに選択しろえ違う送るときに大中小が出るんですよ大中小となんか元のサイズみたいなレナはいつも中で送ってるから大丈夫のはずなんだけど <laughs> くしゃみ出なくてもやもやするんですよでよかったおはようおはよう初なです でも前髪食べてもらってここも食べてもらったからどこ食べてもらおうかな <laughs> 顎にしよう <laughs> レナのここを食べてくださいそしたらこれぐらいに小顔になるかもしれないこう来るじゃんここら辺これ小顔じゃんこうなったらあ <laughs> じゃあここ食べて <laughs> 小顔になるために 小顔になるために、あのみんなにいろんな場所を食べさせよう、例の。ここら辺とかいいよね。<laughs> いいよねって何。<laughs> 設定、一応調べるわ、後で。にやっかありがとう。ありがとう。顎食べてもらいました。今日は顎とここと。 こ,こと前髪。食べてもらった。涙 <laughs> 袋もアートメイクできる。<laughs> そうなの、どうやって。ここに線を入れるってこと。影をかくってことか。痛そうだね。<laughs> こ、こらくなったら <laughs>。ひどすぎてよね。 綺麗の中身は腰編んでいこうじゃ <laughs> 遠慮します顎食べたら表部じゃん激してよーじゃあこっちここ食べてここ <laughs> 顎いただきまして激していいよじゃあこっち食べてここここが一番美味しそう説あるねここ美味しそうじゃない前髪の人美味しくなくてごめんごめんすぎここ美味しそうですねここ 油が乗ってて <laughs> しょうゆつけて食べるやばい <laughs> 変な濃すぎてやばいよね <laughs> お兄ちゃん眉毛アートメイクしてましたここ帰ってきて23日めっちゃ濃くなっててめっちゃキモかった <laughs> それはんかめっちゃね鏡の前でね こうやって見せつけてんの自分でねだから何してんねんと思って <laughs> 顎は一人じゃ足りないのであ本当にいいじゃこっちじゃなくて顎顎一緒に食べて <laughs> ねやだよねここ嫌ですこことここが嫌ここ。なんかここぐらいだったらまだいいやんここのほっぺだったら多分可愛いんだよねぷにぷにとかで なんだけどここここなんですよ私の場合ここ頬骨が出てる骨なのかな骨骨が出てそうで固いもんほら全然ぷにぷにじゃない硬い骨です残念 <laughs> 残念書きれな <laughs> 残念書きれなさんん <laughs> 大学生のカキさんですこんばんは 今日で配信半年なんよねそうなのそうなんだ本当に本当え待って待って待って半年って何日よ30日かける6でしょ180日じゃん1 8十二3日やん今日えやばいね半年えやばーこないだ加入して半年だったからちょうどそんぐらいか配信はやばいね アニメで写真で見せよやばいよなんか女の人はさまださ前髪で隠しようとかがあるじゃんだけどもうなんかお兄ちゃんに関しては開き直っててなんかセンターを気にしてなんかうえー、みたいな <laughs> <laughs> やってましたね <laughs> 切れなくらしか得られない栄養がある楽しいです栄養やめて <laughs> 栄養になってるんやレナの配信 キラのそこに住みたいすまないでくださいここもちもチモチしてないよ全然ねそれな大学生館ないよ俺のだってキャンパスにも1回も行ったことないし課題ですら触っていない <laughs> JK? <laughs> それな JK でもないっていう制服も着てないし早起きもしてないしやばいね本当に普通にやばい 学割とかかもも一回使ってないから学生感学生ってなんか大学生とか JK っていうかなんか学生感がなほんとに <laughs> マジでやばいよね学生にならないともうちょっとなんかならないとやばいですもっともっと長く感じる確かにえほんまに入れの的にはまだ半年もう半年って感じ。 もう半年って感じですね。ウェイ上。上だよ、どうだったか。え、どうだったっけ。なんか一面のラインが稼働しているすごく。<laughs> まあ、いつも入らんから。いいけど。あ、じゃ、こ。あ、ライン回線だよ、こっちは。<laughs> ご飯来た。あ、よかった。ご飯来た。ご飯。ご飯来た。不気味な食べたら、どんな栄養。得られるの。<laughs> こと食べたらえたくさん内容が得られます <laughs> 面白くなれるね幸せになれるんでよ幸せに幸せになりたいでしょ <laughs> 幸せになれるやん鎖骨に立つしかえ立つも <laughs> 主張主張してるやんプニプニもちもちよりプニプニどっちもやだよ <laughs> どっちもやだよ 楽しみ。ありがとう。キャンパスも行ってないし、課題もやってないし、良かったメール、無事に来て。でも、このメールの写真は、こっちの携帯で撮ったやつだから、本当にャンやばいかも。やばいかもですね。本当に触んないとやばい。本当に触んないとやばい。本当に触んないとやばい。本当にやばいですね。触んないと。 カラはいつも学校で大学生なの <laughs> そう通信だとマジ行かないから法制じゃないです目に見えなくもないかほべん当たりください家に見えなくもないから本当に見える大学生に見えるでなんかキャンパス歩いてたらどう大学のまあ普通にそれは大学生に見えるか 大学生が昔流そう。<laughs> いや、マジで課題本当に頑張る。え本当に頑張るわ。本当にやばいもん。やらないと本当にやばい。お母さんにも、この間触れられた。課題やってんのみたいな。ちゃんとやらないとダメだよ。みたいな。進級できなくなっちゃうよ。って言われました。だから、なんか。 メールフフフね八8年入れるよねわかる <laughs> あれノを食べたら <laughs> 確かに <laughs> ノリとポジティブ栄養 <laughs> 確かに全部確かにだみんなの方がレノのこと分かってる、ね 一一日待って医者に言われてる <laughs> お医者さんお医者さん許してるんだレナのこと一日一杯飲むことは許されてるんだねいいじゃんいいお医者さんやぶ医者じゃない、ね、その人きっと <laughs> やぶ医者じゃないよえ <laughs> マジでレナの肩甲骨やばいからね本当にやばいマジ空飛べる本当に空飛べるから本当に空飛べるマジで えマジみんながレナの鎖骨でなんか言ってるじゃん少年みたいになってるけど <laughs> レナの鎖骨をちょっと見ただけでなんか少年みたいに舞い上がってるんですけど <laughs> マジビビるよ多分「びっくり!」ってなっちゃうと思う少年通り越してびっくりって感じ <laughs> 人のこと騙したからレナの肩甲骨ねえママの言うとおりにしないとね本当に。 頑張ってください。頑張ってくださいゃな <laughs> いって次々来るもんじゃないのえ次々来るというかなんか一回に送られてきてって感じ一回に送られてきてなんかやりましょうねみたいな。ねえんか次々来た方がいい気がするレナは。やんないとこれやんどれからやったらいいか本当にわかんなくなっちゃうんだよねわかんなくなっちゃうとかまだわかんないんだけど。 だから六年じゃない七年行きましてそう八年なんだよねきっと八年行けるはずなんですよ。行きたくないけどね八年も大学に <laughs>。けど行かないとやばい気がする。本当に。何を知らないですか教えてください。いいよたくさん教えてあげるね。えじゃあやほうやほう勉強してるから相当できる。レ結構ね勉強したらあ結構集中できますよ。結構集中できる。 羽でも生えてるいやマジ羽生えてたぐらいで肩甲骨やばいからほんとなんだってこれはほんとになんか自慢とかそういうのじゃないけど別に肩甲骨自慢とかそういうあれじゃないんだけどほんとにやばいのやばいんですよマジでマジやばいのほんとにやばいの <laughs> マジびっくりするだってな誰に見せてもびっくりされるもん怖がられるそれぐらいやばいんですよ私 ううんんいやマジ肩甲骨で空飛べるからね本当にそうやって騙したので人を人を騙したことあるんですよ私肩甲骨で空飛べるって言って <laughs> まあまあまあでも大学行って大学院行く人はねまあそれぐらい学生期間長いよね 来月も作れるからるちゃんえわかんないなんかもうわかんないです <laughs> 全然知らないんだよね <laughs> 大学のことについてアイドンの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 気に壊れたアイドンのですはいアイドンのですねちょっとわかんないです。 イワさ,さん2回目じゃない高校受験の時めっちゃ勉強したえ高校受験の時はめっちゃ勉強してたけどそのなんか保育士になりたくてであと制服が可愛くて勉強をやめてなんかめっちゃめっちゃ塾の先生とお母さんにめっちゃ怒られた <laughs> お兄ちゃんと一緒の高校とお兄ちゃんと一緒の大学に行こうと思って。 勉強してたんですよ一番上のね2番目のお兄ちゃんちょっとあれなのでちょっとバカなんですけど、まあ、バカではないんだけど <laughs> 大学卒業するまで SK 卒業したらあかんと <laughs> そうなったちょっと SK 一緒卒業できないか<笑><笑>ってぐらい大学がやばいってことですよ比う表現ですひ喩表現比喩表現,喩表現,喩表現 <laughs> 得意科目なんてのはないですよね でも数学とかはできた方かもわかんないねわかんないです勉強したことないです高校入ってえ <laughs> マジキモ,スキモいよ肩甲骨生まれつきえわかんない何なんだろうねわかんないですねわかんないです気づいたら キャンパス一回行ってみようかな大学のでやる気出そっかな。<laughs> とりあえずなんか進級しないとダメっていう <laughs> 進級しないといけないんですよね進級ん大学二年生にならないとね <laughs> れーちゃん勉強できるよ真顔 <laughs> で言うわ普通にできるよできるんですけど、ね、やったらできるって感じなんか元々はできない普通に けどちゃんと勉強したらできますよ。<laughs> 本当に保育士になりたいの今でも。今でもっていうか保育士。保育士の免許取るためにね、大学行ってるから。<laughs> お兄ちゃん大好きというかえ、全然。全然。普通になんかお兄ちゃん、一番上の兄ちゃんは頭がいいというか、<laughs> だったから、なんかあの、 結局さ、高校とか大学をさ、受験するならさ、いいとこ行きたいじゃん。みんなね、それは。だから、そうなんかお兄ちゃんを、あの、お兄ちゃんと一緒のところに行けば、いいか、みたいな。<laughs> 別に、そうなんか絶対にここの大学とか、絶対にお兄ちゃんと一緒がいいとかはなかった。<laughs> どこでもいいからお兄ちゃんと一緒でいいや、みたいな。思ってましたね。思 <laughs> ってただけです。 ただそれだけ。マジ考え方甘い甘いやつなんですよね私って。<laughs> え本当にね単位取らないと本当にやばい <laughs>。本当にやばい <laughs>。ここ入ってあここは <laughs> ってなった <laughs>。保育士の免許取ってどうするのえ取る。取りたいから取る <laughs>。ただそれだけ <laughs>。 キレの本気見てみたいねでも大学に関してはなんか本気とかなさそうじゃないなんか課題頑張ってやりましょうみたいな感じだよねきっとそうマッチ頭いいんですよ案外案外ね夢が下変わってない,いんだよありがとうなんかいいこと <laughs> いやわかんないけどわ <laughs> かんないけど三角関係の微分 <laughs> 何それ <laughs> 何それ何それそうマジそれ2番目のお兄ちゃんに似ちゃったやばいやばいです一番上を目指して2番目に似てしまった <laughs> 2番目のお兄ちゃんはなんかちょっとね普通にちょっと大丈夫ですかって感じなんですけど <laughs> 大丈夫ですかって人だから似ちゃったらダメなんだけど別に似てはないんだけどねあんまり。 まあでも私はこうなったわけじゃないですかとりあえずねとりあえず今停滞中やん大学行きながらまあまあまあー k として停滞しているとして次の弟の進学ですよねそれがちょっと私的にはあの気になる <laughs> 誰に似るのかっていう <laughs> そこが気になりますよねまだ弟はちょっとバスケで引退してないからまだそう引退して大学に行くのかお兄ちゃんコースになるのか 頭めっちゃ悪いから、弟は。<laughs> マジ比較的に悪い,悪いんですよね。4人の中で一番。<laughs> だから。ト育児すごすぎ。ねいいこと言う。マッチョの人は頭いいよ <laughs>。それどううこと、大いかった。弟はマジで、あのね、 マジで弟は本当にやばいです、ね、バカですねバカそう,そうそうそう進学するならバスケでって感じマジでそうなんかレナたちみたいにそう勉強で大学に行こうとかじゃなくて <laughs> そう兄弟多いんですよみんな知ってるせいで話してたね昨日言ったのにレナ配信でね昨日ねなんかレナのことを なんかレナが伝えた情報は全部知ってる体でなんか配信で話してるのはいけないねっていう話を昨日したんですよだからなんかみんながレナのことを全く知らない体で今から配信しようって昨日言ったのにもう忘れてた <laughs> もう忘れてましたうんうん いやなんで2番目ちょ言われてレナがもっと悪いとかなってんの違うよいや弟一番悪いしんどい <laughs> <laughs> あー成績がね <laughs> めっちゃおもろいねめっちゃ面白いですね <laughs> おもろ <laughs> 弟に早めにマッチョが大学 <laughs> マッチョが大学しか選択肢がないのがおもろいね <laughs> おもろすぎてるビ v など生活実習上の基本的なシーンはよ由かんないよ何にも<笑><笑>そう案外ね知らない情報があるんですよね自分が教えてたつもりでも細か <laughs> いなんか <laughs> 昨日話してそんな話をしたのなん <laughs> で覚えてないメ <laughs> もういきなり来ていきなり見たらわからないだろうから、ね、だろうね <laughs> いやそうなんだよね <laughs> 弟は高校もバスケで行ったから <laughs>。 てか上手なのっていうかもうバスケしかできないんですよね弟に関してはバスケを捨てた捨て捨ちゃったらもう何もできなくなっちゃうから本当にまに、あ、そう考えると可愛い,いもんですよね <laughs> 可愛いくなさすぎて可愛いですよね <laughs> バスケしかできないっていうところが <laughs> 分かんないけど勉強できなくても当たらないそれはちょっと矛盾ですね <laughs> 分かんないけど

少し考えさせれたえでしょうかぐや姫の話めっちゃ面白くないあれねかぐや様を告らせたいであの言ってたんですよだからなんかえ面白いと思ってこの映画面白いじゃんってそこで思いましたキャノックルキに当たるやばい最近じゃないじゃん <laughs> 友達の部屋みたいなもんねえここが今日マリンと遊ぶって言ってたんですけど。 結局どうなったのか今からワンチャンあかもだけど。<laughs> <laughs> <laughs> あれ弟いるぐらいバスケの季節あれの姉さが教えてバスケはね弟とね一緒にね始めたから <laughs> って感じ。なんかよく二人で一対一とかもしてたし小学校の頃はね 二人よく喧嘩とかしましまたね喧嘩もしたけどなんかそうなんかさスポーツやってる時ってさなんかお母さんとかお父さんとかさかお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかにさなんかちゃんとしないとダメだよみたいな言われる時とかあるじゃんさわかるかなあるよねあるんですけどあるんですけど同じ時期にそう同じスポーツをやってたらなんかあの分かることもあるじゃないですか 多分弟はこうやって思ってるからそうやってあんまり言わない方がいいよみたいな今そうやってやって言ったらみたいなモチベーション下がっちゃうよみたいなだから2人でちょっと助け合ってましたそういう時はそういう時はけどめっちゃ喧嘩もしてた「<laughs> うるさいねん!」とかめっちゃ言われて「はあ!」みたいな「<笑><笑><笑>はあ!」みたいな感じでそう <laughs> めっちゃ喧嘩してた。<laughs> めっちゃね 音楽弾くほど全部覚えてたのえマジ,マジか <laughs> マリンさんねでも明日会うから,から今日会う今日会うのが今おめえ酔いうって感じ <laughs> 何人月に1ても会いに来てくれるか教えてない塚 <laughs> 倉様です 弟めっちゃね背高いめっちゃね、まだ身長伸びてて今ね高3だよね高3なんだけどめっちゃでかいですよ76とか77ぐらいあるんじゃない今でもまだ伸びてるめっちゃ食べてたし今日もさパスタ食べに行ったんだけどなんか大盛りのパスタ食べてでなんかあのー、めっちゃ食べてたもうびっくりしたもんなんかえみたいな <laughs> いや食べすぎやろみたいな 言いましたもんね横で <laughs> 横で言いました食べ過ぎやんみたいなんでそんな食べれるんみたいな <laughs> って言いましたね <laughs> そう,うるさいねうるさいねみたいなか全然可愛くないからもうほんまに <laughs> そう <laughs> ピンチの時ちゃんとファール覚悟で食べそう

グッパーしてやってました <laughs> マリンと配信したことあるよレナ1回だけマリンがその自分の携帯でコメント欄を見ながら横にいたんですけどめっちゃニヤニヤしながらでなんかあのマリンちゃんね配信終わる時になんかマリンちゃんもお休みみたいな限りなが「配信終わるね」って言ってバイバイってなった時にさ いいつもおやすみみたいな言ってくれるやんそれをなんかその時にファンのみんなが「マリンちゃんもおやすみ」みたいな言ってた時にマリンがそれに感動してめっちゃ嬉しがってた「<laughs> マリンもおやすみ」って言われたんやけどみたいな <laughs> 言ってました「不切れナの本にマリンもおやすみって言われた」みたいな「そんなんで喜んでんのかわいい」とか思って言わないですけどね <laughs> めっちゃ喜んでたよびっくりしました 食べ過ぎやんうるさいねんって言わ,れ言われてない「食べ過ぎやん」って言ったらなんかまだまだ食えるけどまだ食う声めっちゃ低いからまだ食えるけどなちょっとって何言ってんねんみたいな声低すぎて聞こえんわって感じき <laughs> たくん同じ生活はちょっとねできないですね同じ運動量しなあかんってことやろ絶対無理やもん今だってもう絶対シャトルラン多分20とかでめっちゃしんどいと思う <laughs> いやマッチョ兄やばいよ <laughs> マッチョがあのー、もう2対2とか1対1したらマジぶっ飛ばされる鉄鉄の壁ですよねお兄ちゃん2人もバスケやってたねマリンおもろいよねめっちゃ家族で3対3もしますねたまにしてた ねえマリンめっちゃおもろない <laughs> ちょろいよな <laughs> やばいよなかわいかったでもスクショしてたもんみんなのおやすみコメントをスクショしてましたマリンおやすみのコメントスクショして喜んでた <laughs> おもろいよなみんな声低い うん、お母さんがバスケしてたって感じお父さんはバレーボール全然違う <laughs> 球技っちゅ球技やけど待、ま、ったメール送らないやマジこれぐらいに送っとかなほんまに届かんくなる前でも絶対届いたって思ったんよ 絶対届いたって思ったんですけど無事届かなかったあのミギーの日ミギーの夜の日ね絶対届いたと思ったのに届かなかったです残念ながら <laughs> 時間でアートやったのかなあれ？でも50分前半やった気がするけど 大事なお友達だから、そう、大事な数少ないお友達だから <laughs>。そうなんですよ。にしては限りの声が低くなくて、昔から声が高いから、あの、めっちゃお兄ちゃんたちにムカつきがられます。ガチで、なんか、お前マジ声キンキンすんねんみたいな <laughs>。しょうないやんとか言って、それやとか言われて <laughs>。で、ね、兄弟喧嘩が。 あの始まるっていうね。<laughs> っていう声低い者同士と声高い者同士の戦い。<laughs> 多分時間でアウトっぽかったね。無事届きませんでした。ねえ配信中遅れるから。<laughs> 多分なんか何やろな。このまあまあまあいろいろあるんでしょうね。マネージャーさんも忙しいと思うし。 マジキンキンンすすんねんね頭いたなるるわわとか言われるんですけど私も自分の声であの頭めっちゃ痛い時に喋ったらマジで頭キンキンしてマジで自分の声にキンキンするんよってぐらい声高いのは分かってるのやんやけどって感じ。ってか送る写真がなさすぎて最近 <laughs> マジでやばい。<laughs> 最近ほんまに送る写真ない。 もうだってさ嫌が,がるやろみんな通称都会の写真とか嫌がるやんみんなもう送りすぎて絶対同じの送ったのにちゃんとのあれの送ったらあのいいねやっとんねんけどたまに忘れてまうねんなだからなんかたまに送っとんのにいいねついてないやつはお気に入りついてないやつはあのあれなんですよ多分あの 多分2回2回も3回も4回も送ってる気がする <laughs> 何送ってないやろ <laughs> だからねだめなあ今撮る古い携帯やけどだから許してもらって <laughs> 許してもらって <laughs> やばいやばいもう41分あまだ大丈夫やんなさすがにう <laughs> ことあったら <laughs> 最近自撮りしないんですよマジでお仕事ない限りはあのメイクしないから <laughs> 同じって思う嫌ではない本当にごめんね本当にマジで申し訳なくなる 今日のブログの写真とかマジでさ大丈夫ですかって感じだもん絶対前のブログだった気がする違うかなちょっと違うかなちゃんと見てくれそこは <laughs> そこを見てちゃんと <laughs> うんやがてありがとうえマジでねあのね他のないんですよ 他の詩人がなくて。こっちでやった方がいいんじゃない。携帯と一緒、あのめっちゃ携帯熱くなってる、やっぱ配信がだめなんだよね。きっとね。みんなが配信してるぐらいの角度で撮ってあげよう。ちょっと画面が明るすぎて、光飛びしちゃう。 とか多分映っちゃったらダメなんだよね配信では映ってるけど無理だ頭で隠すかダメだ <laughs> 入っちゃう <laughs> ちここ <laughs> 髪の毛隠して ー <Okay. S 2>、okay、じゃないんだよねこれ一発で送っちゃうからダメなんだよねたくさん撮った方がいいんだよきっとなんかいい写真を見つける見つけるにはなんだけどめんどくさいので最初の1枚で OK ーと思っちゃうんだよね思っちゃうんですよね SM メールを書きますね <laughs> 確かに配信ではそうだね。でも、えあのね、充電充電減るのがめっちゃ遅いの。マジ感動自撮りやばい。撮鳥やん。自撮りの瞬間見せてました。 結婚していいよー。ぶーたろうしん、結婚していいよ。どこ食べてもらおうかな、君には。<laughs> どこ食べてもらおうかな。唇にする。下唇だけ分厚いんですよ。私分厚いっていうか、多分普通なんだけど、上唇が薄すぎて。 うわ、口よりまじ、笑ったらないの。<laughs> なくなっちゃうんですよ。うふうふうふうって笑わないと。やばい、やばい、メール,ル,ル、メール、メール。古いのが早いだけなの。食べて。うん。充電早いかどうかわかんないんだけど。 まだねゼロにななってないからゼロというかスーパーになってないからあれなんだけど。なんだけど結婚するしたらっていうか結婚しないと食べられないっていうね。<laughs> でなくてもう配信できるかな。うん、今ね、充電してない。充電してないです。<laughs> ああ、唇熱いのが、でもレナはなんかさがやばいんだよね、見て。ほら。これぐらいになったのいいんじゃない。唇たぶって。 その早くないよ <laughs>。早くないけど、なんかお母さんとかがあの打つ時にあ行だったらうを打ちたかったらあいってやってんのね <laughs>。何してんの？って思ってる <laughs>？何してんの？って？思ってますね。あ、プルプルになるかな？今日はちょっとプルプルじゃないけど。 <laughs> 47分やん多分ね携帯が古すぎて充電してもめっちゃ早く減ってたからだからなんだよねきっときっとね ねえお母さんやばいよねめっちゃおもろいよねしかももう携帯変えて何年も経つのにまだまだあいいうとか打っててえでもそれがめっちゃ早いよなんかタタタンタタタンタタン,ンみたいな感じで打ってんのねやばいよ本当に <laughs> めっちゃ早く打ててます ねお母さんめっちゃ早いんですよ時間かかるでしょって言いそうになるんだけど全然時間かかってないからもう別にその打ち方でもいいんじゃないみたいな <laughs> うん携帯がねそうトトトとトト,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 トってなってる <laughs> ままれな派なんだ 入力音って元からついてるくないマナーモードにしない限りさついてるもんだと思ってるんだけど なんかバレそういっぱいさびっくりマークをさあの打ってるのがバレそうですね <laughs> <laughs> オッケー 届きますようにいたこれで届かうってのマジで本当にちゃんと言いますねマジでちゃんと言う前に関してもさぁ小声で言うけど前もさ前五十何分早かったん <laughs> <laughs> 削るんだ嫌いえ良、ー、くないなんか あったが感覚がなくなるやん <laughs> いつもさびっくりマーク打ってる時自分でもさなんかずっとさびっくりマーク打ってるから <laughs> 文字数稼ぎやんって自分で思いながら打ってるケガしていいよいいよおお。お んさすがに届くよね。爆笑はまあ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 。見てからのお楽しみ <laughs>。ってことで。なんか爆笑系はあれなんだよね。LINE で話す時とか友達と。なんですよ。なんだけどなんかみんながさあなんか。 あのびっくりマークびっくりマークじゃないさすが爆笑みたいな <laughs> よく言ってくるから使ってあげてるんだよ <laughs> 使ってあげてるんですけどそうなんですよこれ前まで携帯入れてた携帯のここに挟んでました <laughs> けど熱がこもっちゃうから取った ビックリマークの正式名称忘れた <laughs> テストに出たんだよねそれガチ出た情報のテストみたいに出たなんか登録の仕方がわかんないんだよね同じ <laughs> 話すぎな何文字だっけえなんでなんか爆笑とか使っちゃうんだけど <laughs> なんか癖なんだよね爆笑って思ってなくても爆笑使う で本当に爆笑って思ったときは、めっちゃ連打。<laughs> なんか気持ち。爆笑の多さは、なんか気持ちなんだよね。なんか、あの、うわ、めっちゃ寝てた爆笑みたいな。面白くないけど、やばいみたいな気持ちやん。もう、それぐらいだったら爆笑1個やん。けど、もう、何々が何々でめっちゃおもろかったんだよねみたいな言われたときに、それはやばいめっちゃおもろい爆笑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 ,爆笑,爆笑,爆笑みたいな。<laughs>

テレビで見るから面白いって思っててあのあれで見ないんだよね TVer でやるじゃん <laughs> なんだけど TVer で見たことなくて自分で一人何あとで <laughs> いや普通に「笑」だったら相手に気持ちが伝わらないじゃんエレナ相手に気持ちを伝えたくて<笑>爆笑を<笑>連打してるんですよ <laughs> どんな気持ちでえ爆笑連打はマジでおもろいときマジ声出して笑ってるときとかもう爆笑クク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 ク送信みたいな <laughs> 感じで爆笑書いてる <laughs> エクスクラメーションマーク連打されたえ、ね、ごめん見てなかったエクスえ何何何コメントどこに書いたんだ 二人もいたわ。エクスクラメーションマーク言ってくれてた。連番してくれてました。エクスクラメーションマークだ。だーとか言って覚えてないけど。だからみんな笑わせてくださいね、私を。そしたらたくさん爆笑を書きます。<笑>爆笑を送ります。そう、忘れるのもある。TVer ーーで見ようと思ってね。 それはありますね <laughs> でもなんか爆笑1個のときとか大体笑ってないですね <laughs> んどうしたッおいで,いどうしたのおいでにく,おいでにくおいでここ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 ,っこは 猫が鳴いている。二匹も泣いています。おいねりーくん、りーくん、りく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 ん。り、おいで。こうして。りーたろう。りーくんとちゃーちゃんが、泣いてます。それりーたろうは、灰色の猫ちゃん。 にゃんですリーくん犬じゃないよリータロは猫ですブータロが犬 <laughs> リーくんいるよ、ね、いいよね動物って今日くしゃみてっちゃう内装笑い<笑>メモられた <laughs> 爆笑点爆笑点みたいに何で間に点入れてるのえあのね点が入っちゃうの5時5時たくさんビックリマークこうやって連打してたらたまにあの指が横じゃなくて「点」って打っちゃう時があるんだよねそれです <laughs> ただの本当は全部爆笑を送りたい時あと爆笑爆笑爆笑ハテナ爆笑爆笑爆笑,爆笑みたいなそのハテナも5時「リークおいでどうしたのなんでそんなバカみたいな顔しちてるの何考えてるの?」

あ、もう来ない。じゃあ太郎が邪魔する。じゃわちゃん邪魔しないな。にゃ。行こうじゃに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 ゃ。ね大丈夫あと。 あバリくんも来ました。<laughs> バリも来た。みんな来た。うん。あはは、ブタロブタロはね、1回でね、たぶん悲しそうに待ってる。でかいのかな、やっぱ。絵かきれな感じ読めるよね、普通に。 経内のママに言ってない <laughs>。やばいんだよ、マジで。多分ね、毛づくろいのしすぎだと思う。ほら、見て、見えるここ、ないの。え、見えるよね。死んだ。ダメだよ、ないの。ダメだよ、あんた。そんなに毛づくろいしちゃう <laughs>。ブータロー室内ですね。 ミニチュアダックスだからミニじゃないけど <laughs> 全然ミニじゃないけど <laughs> いや自分じゃないあもうもう,もう太郎ですもうちゃんもうちゃんと一緒にずっとね毛づくろいしてるんですよけ <laughs> ないんだよ本当にねやばいよねかわいい腕の中で眠っていますりいくん みりーくんはりーくんは <laughs> あれなんですよ。一緒に寝るときは寝るんやけど <laughs>、来てくれへんときもある <laughs>。今日は朝りーくんと一緒に寝てた。足元蹴ったらなんか、うん誰か蹴ってもった。誰やーと思って見たらりーくんでした。蹴っちゃった。 マジ容赦ないで、この、モーちゃんと、チャーちゃんの毛繕いは。いや、ストレスは多分溜まってないと思う。<laughs> 気ままに生きとうから。いや、あとそう、リー君がもう年やから、なんかもう顔がおじいちゃんになってきて。ほら、喧嘩しないの。おいで、リー君。出る 外行くに,なにみんな可愛いですよねみんながねにゃーにゃー言ってくれて可 <laughs> 愛い,いやばいみんなにこのモータローの顔を見せたいモちゃん女の子やから唯一の顔は男の子みたいな顔したおけ 以上。でかいよねやっぱなんかレナンチでレナンチだけの犬と猫を見とったらでかくない気がしてたまらへんねんけどリー君もチャータローもあんまりでかくない気がするんやけど降りてーいいよ降りてはいジャンプ k、okay、なんやけど みんなに見せたらあのやっぱでかいって言われます <laughs> 犬並みにでかいねん猫もなけどブー太郎マジででかいブー太郎やばいブー太郎めっちゃでかいからほんまに <laughs> 1 0ロぐらいあるんじゃんメール送りましたよーんうん結構していいよけ,けー食べてじゃあ なんちの猫さん <laughs> そうみんなや気持ちよくなんか一匹を膝の上に乗せたらみんなが悲しい顔をして近くに座ってくるんだよなだからみんなを均等に撫でることを目標に <laughs> あここおったのはばりちゃんあバばりさんですばりか バリちゃんバリ見てますね冒険家なんですよねあの子はパリーパリミーくんおいではいだこだこだこだどうしたんいいバリさん登場バリさん登場キャラちょっと <laughs> ね昨日山猫って言われて 昨日山猫って言われてマジで笑った山猫はもろすぎてメール届いてないまだそろそろ届いたらちょっと真相がわかると思うみクおいで<ょ> <laughs> おいで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 みク めっちゃチャーちゃんあバリちゃんが見えてますねしっかりバリッバリッバーリー君。あもう見えへんわ探検家やから2匹同時に買ってみたいあー確かにえでもなんか柿本家も最初は1匹1匹ででその後二2匹になって って感じ、なんかどんどん増えていった。<laughs> どんどん。<laughs> どんどん増えてきました。猫さんだ。みーくん。おいで。みーくん。抱っこ。しょうちゃんがずっとおるから。後編。うん。来た。 セミとかにめっちゃ反応する、うん、バグーみたいな食べたり食べたりするしなんか虫とかもよくなんかよ追いかけて取ってくれる <laughs> 猫パンチで <laughs> 猫パンチで取ってくれますうん <laughs> 今来たらしい。 カキレナは名前付けたことないです、動物の。全部お母さん。バリクに関しては一回名前が変更になったの。<laughs> なんだっけ、なんか、来た初日に、来た初日に、なん,なんそう、名前忘れちゃったんだけど、一個目の。 なんだっけ来た初日に、この名前にしようってなって家族ラインがあるんだけど、そこになんか今日から来た、あのベンガルちゃんは、誰々って名前になりました、みたいな <laughs>。なんかお母さんがなんか、何、何なのこの報告ラインみたいな感じで <laughs>、あの、報告して。<laughs> で、なんか、なんかお母さんが寝るときに、やっぱりこっちの方がいいってなったらしくて、で、次の日の朝にラインが来てて、なんか見たらやっぱり変更しました <laughs>。 バリ君にしましたみたいな <laughs> なんか変更ラインが来てて何そのなんか報告系の <laughs> ラインと思って <laughs> びっくりしましたね面白かったそれは面白かったですねそれはね面白かったですね <laughs> なんかさ あのー、朝朝とかさ、まあ、最近さ予約配信入れることないやん配信予約か配信予約入れて配信することないんですけどないんだけどなんかさ変更したらすぐにさ変更しましたみたいな変更したしましたじゃないわうん <laughs> なんかショールームをすぐにさなんかあの報告してくれる人いるじゃん報告してくれてる人いるでしょあそうねこれな <laughs> 配信役のそんな忘れてえっちゃんとね覚えてたんだけどなんかいつか配信役入れて配信役入れて5分後とかにしてみようかなとか思ったんですけどなんかめんどくさくてできてない何しない <laughs> くしゃみ <laughs> メール来たおやすみ早いな <laughs> メール来てから寝るまでが <laughs> 何はしないの約束の朝5時に起きてるマジかあーメール来てよかった。 猫ちゃんの写真と名前入れてもよくてあいいよ送るわまたそれ結構言われるんだよね猫紹介してってだからほ紹介しますまたねそう通知ないってさ聞いてくしゃみオメやめてオメやめて <laughs> やばいつもオメやば <laughs> 報告がないらしくて、通知がね、来ないらしいんですよ。だから、だから、なんか、やっても無駄かなって思うんだけど、あのー、配信予約を入れたら、あのー、やってくれる人いるじゃん。予約でーす、みたいな。何時か予約しますよ、みたいな。でね、その人が、例えば、レナがね、夜中の3時とか4時ぐらいに、配信予約を5時。 に入れるとそ,れでしょそしたらなんか5時とかに寄ってくれるんですけどあのコンピューターのコンピューターなのかな人じゃない的なその可能性あるよね今夜の夢にも出てください何食べてるだろうレナ今夜の夢は <laughs> 自,動自動ってことはやっぱコンピューターってことかコンピューター的な自動って何うーんそうなんだなんかね一回ね朝配信をしようと思って4時ぐらいに5時にね配信入れたの。 そしたら、なんか、柿本玲奈さんが5時に配信しますみたいな、5時に配信予約を入れておりますみたいな投稿を見て、で、なんかレナはやっぱり寝ようと思って、5時を、5時の配信をしないでおこうと思って、やばい、予約しましたっていうのを出される前に消そうと思ったの、配信予約をね、消そうと思ったら、あの、もう見たら、あの、ゆ言っててくれたから、<laughs> あ、じゃあやろうと思って、やりました。9憩せ、ある いやこういうのさめっちゃ面白くてさ飛ばしちゃうんだよねこういうこういうなんか <laughs> めっちゃつぼらないこういうのこういう動画とか流れてきたらツボっちゃうんだよねなんか面白すぎてで誰かにあ LINE で共有して送りますね見てこれとか言ってめっちゃおもろくない人何が面白いのって言われるんだけどそうなんかめっちゃ面白くて共感共感してる人いないかなこれ。<laughs> バンケーキ食べたたいいえバンケーキ食べたい食べべさせてください応援企画は自動じゃない的な <laughs> 10分ぐらいごとに動かしてるそうなんだねすごいねえ取り消しまって言ってくれんのえじゃあ取り消したらよかったなんか取り消してレナは取り消した後に見たらあのやっててくれたからもう一回配信予約を入れたんだよ確か。 わかんないけどね。え、レナも思ってた。そのなんか、応援企画もそうだし、その配信言ってくれる人も、なんか、え、この人たち起きてるってことは、なんか、いつ寝る,寝るんだろうな、みたいな、思ってましたね。T シャツのお下がりって、マリンちゃん。あ、全然違う。もうマジで、なんか、本当にめっちゃちっちゃい子ですね。めっちゃちっちゃい子。後輩めっちゃ。 なるなどえー、そんなのあるんだめっちゃ便利だねえそんなんなんだすごいねえそうなんだよ結構なんかいいねとかめちゃくちゃついてるやんああいうのってけどあんまり分かんないっていう <laughs> パンケーキのトッピングはうんクリームでクリームがいいでーす アポ、えー、ストに自動ってついてるんだついてなくないええー、本ほんとやんえ待って知らなかった自動投稿ってついてるんや初めて知ったわんえっそうなんだね本当だ本当だね自動投稿ってついてるんだね知らなかったですね <laughs> <laughs> いや見てないけど今見てないけどねえそうなんだ知らなかったあのねブログ上げてくれるよねえどのどの人の多分応援企画の人のブログとか上げてくれるよねなんかそういうルールとかあるのかなブログ上げないとダメみたいなめっちゃめんどくさそうじゃないわ <laughs> かんないけどそんなん言っちゃダメでだったら絶対できないんだけど <laughs> 毎週一ッ <laughs> <laughs> パン,ケーキやパンケーキそのままの,の味は楽しむものでしょう <laughs> やだわーこういう1二秒 <laughs> 死んだおもろい <laughs> まあ確かにメープルとメープルが一番美味しい説あるバターかと美味しい説はあるよねあれは絶対クリームいるけどシャルーの API のプログラム組むよやで へーそしたら自動投稿できるみたいなツイッターと連携させてみたいな感じなのかなわ分かんないけど応援企画はガチで応援してくれてるからってことだからじゃあブログとかも本当あれなのか不正意でやってくれてるってことなのかな大丈夫ですか喧嘩しないでくださいこらみーくん すごい,いねこれ <laughs> ちょっと猫が全員揃ったらもういろいろちょっかいをかけまくっている <laughs> <laughs> 応援アカーは大抵どこも指導え援、ー、そうなんだまあそりゃそっかブルーグとかみんな毎週違うしね パンケーキマジでめっちゃ作ってた中学とか高校の時楽しくないパンケーキ作るの <laughs> だけどいつもなんか残しちゃうから冷蔵庫でめっちゃカチカチになったパンケーキが出てきてお母さんに怒られるっていう「誰こんなの作ったの?」みたいな「食べないなら焼かない!」みたいな言われて怒られましたねよく昔うん <laughs> そうななんだよなんか昔に応援企画の中の人は絶対に押してる人かどうかはなんかわからないみたいな聞いてあそうなんだって思いましたねびっくりー <laughs> っていうのを聞いてマジでえそうなんだって思った <laughs> 1000円やる以外ないやろ <laughs> 確かに <laughs>。 で前髪少ない方がいいよね。けどこれをパッツにしたら子供になっちゃうから。だから迷ってるんだよね。切るかどうかを。迷ってるんですよ。エレナもパンケーキは分厚い方はちょっとあんまりかな。あるやん、分厚いやつ。レナも水波。なんか焼けてるかどうかがわかんないから。わかんないからね。<laughs> いや、まだ怒られる。一回言わないって。 <laughs> あ、そうドーナツ作るよねドーナツ作るえそれだ応援企画が実はね押してないとかもでもあるらしいからねちょっとそこはなんと見えないですよねあそうそうそうそ,うそれだ加入したてだからその話題が出たんだよきっとその時にそうそうそうやらされる的なねそれを聞いてマジかってなった でも何か変わったりするんだよねあれもそれな限れの企画が結構好きだと思う普通に普通に誠意しかないと思う応援しようという <laughs> 友達パンケーキ作って食べてたえマジでもねな思ったら友達パンケーキとか作ったことないかも友達にはバレるよねほらまた毛繕いしてるでしょダメです ね、だめだよね、もうだろ。<laughs> え、ホットケーキとパンケーキって、なんか違うの、わかんない、作り方的な。え、違うの、なんか、一緒なんじゃない。一緒でしょきっと。一緒でいいじゃん。<laughs> 確かに、応援企画だからね、押してます企画じゃないからね。 そこ怪しいよね手伝ってあげたりもまああるえまあまああるんだえそうなんだ毛玉めっちゃ吐くよ毛玉ねめっちゃ吐きますやばいえお母さんの掃除の手際がやばいよ毛玉毛玉掃除のあの手際がめっちゃ早いやばいめっちゃ早い <laughs> レナたちがさ階段とかでよくね戻したりしてんの毛玉をでなんかあの また「ねお母さんまたはいとる!」っていうか言ってなんか階段からやばいやばいみたいな言ってたらもうなんで片付けてくれないのってシュっ,って一瞬で片付けてくれるま <laughs> じマジそういう時になんかね本とにすごいって思っちゃう家事系ね家事あの家の仕事家事家事の家事に関してはなんか親ってすごいなって思う本当に。 <laughs> パンケーキホットえホットケーキだっけえパンケーキとホットケーキだっけパンケーキとホットケーキの違いか。パンケーキの確かにパンケーキのがなんかあれだよね。なんか確かにふわふわ感あるかも。ホットケーキは薄いのか。<laughs> 友達ならばれるわ。 いやわかる。え、まじわかる。餌食べてね。え、しかもね、ちゃんと餌も、なんか、あの、毛づくろいとか、あの、吐かないやつですよ、みたいな。吐かないやつをちゃんと餌として買ってるのに、そういう餌あるじゃん。なのになんか。そうそうそう、体調悪いとかじゃないんだよね。そうそうそうなんだよ。ほらもうなんかバリさんが。何して何見てんのバリさん すんごい角度でなんか見てますねリーくんも多分見てんのかな <laughs> スパゲティを生きてパスタね今日パスタ食べたって言っちゃったじゃんえでも確かにスパゲッティとパスタも何の違いスープパスタとか言うもんねスープスパゲッティって言わないよね国が違うとかわかんないけど 片付けないの買えるか。<laughs> いや、それな。私は猫、ね、のあのゲロは片付けないですね。階段とかにあっても放置。<laughs> 放置してます。で、一回お兄ちゃんがなんか久々に家に帰ってきたときに、なんかカーペットに猫が、あの、ちょっと戻しちゃったの。んで、あの、その時に、その時に、あの、お兄ちゃんが、なんか和室の方から、なんか新聞紙を持ってきて、新聞紙を持ってきて、それを、さ ってて新聞紙にかけもうマジでさやめてくれと思ってんで結局片付けずになんかお母さんに私がちくりましたそこのさみたいな新聞紙あののけてみてってお母さんに言ってでお母さんが「誰こんなのしたの!」なんて片付けてくれないのみたいな言ってでお兄ちゃんのことをチくりましたしっかりでもレナもそこにいたからさ でも片付けるよって感じなんだけど <laughs>。だから蛙化ですね。そう、猫ってマジね吐くんだよね。もう仕方ないよね、それは。ひも飲み込み。え、やばくない、それ。弱いやん、どういうこと、どういうこと。パスタの一種だね。ええー。そうなんだ。わかんないけど、一種とか言われても、パスタの一種とか言う。 ねけん嘩しんとって猫で言うとパスタがないかもねスパゲッティがベンガルとかあそういうことあそうなんやじゃあパスタの方があーそういうことかだからスープパ,ーパスタとかいいのかうん猫って結構あのー、ずっとボリボリ食べてます餌を。 それな、年 <laughs> 退席にどうか。は <laughs> い<で>。何？はい、おいで。ああもう来ません。みんな猫が嫌われた猫に <laughs>。え <laughs> バリさんはよっ。 全然関係ない <laughs>。バリ島のバリとかやばくない <laughs> めっちゃおもろいや <laughs> バリちゃんのちっちゃい頃がめっちゃ可愛くてえ。えなんかあの、ブーちゃんのちっちゃい頃がめっちゃ可愛くてあ。バリちゃんのもかわいいんやけど <laughs>。バリのちっちゃい時もかわいいんやけど <laughs>。ブー太郎のちっちゃい時が、町ってめっちゃくちゃかわいいんですよ <laughs> よう本当にえマジであの本当に鼻も全然長くなくて可愛いし、ま、今も鼻が長くてもう滑り台って感じで可愛いんだけど鼻が長くなくてより可愛いし耳もなんか塩タンみたいでなんかペタンってなってて可愛くて尻尾とかもマジ短くてなんかめっちゃ可愛いんだよね。マジってで。でなんかその写真を撮った時にそのなんか家に来たばっかりだからまだ怖いじゃん。 赤ちゃんだからねその時になんかもうこうやって見てんの鼻が長くないからなんかもう視界も良好みたいな <laughs> 感じなんだけど <laughs> めっちゃめちゃくちゃ可愛いんですよ本当に可愛くてないかなしめっちゃやばいあのブートローのマジであそうだ LINE 使えないんだダメだじゃあ見せられない。 <laughs> マジめっちゃ可愛いんだよね保存してなかったっけめちゃくちゃ可愛くてマジでやばいんですよブーローは本当にでも今はちょっと鼻も長くなっちゃってブーちゃんになっちゃってブーちゃんになっちゃってブーちゃんになっちゃってちょっとどうなのブーロー何それって感じなんだけど だから何それって感じなんですけどね可愛い,いもんですよね久さんも、まあ、誰しも赤ちゃんの頃は可愛いじゃないですか <laughs> どの動物も, <laughs> でもマジでレナって本当にね喋んなかったのちっちゃい頃 生まれたて泣かなくて、ね子犬ってマジで可愛いよね本当にね可愛いんですよ。ダースベイダー <laughs> めっちゃセンス悪くないレナ <laughs> 見て。 ねレナも犬派あの子が大型犬の大型犬のあの子犬時代めっちゃ可愛いんですよ時代っていうか子犬時代めっちゃ可愛くてマジ動画とか一生そういうあのやつ見てる犬えなんかね1ヶ月に1回写真を撮るあの男の人がいるんだけどその犬のね撮ってた男の人がいてその人の動画がマジって。 でめっちゃかわいくてやばい本当にやばいんですよ <laughs> マジあのまあその動画が無断天才かなんかわかんないけどいっぱい出てくるんだけど見るたび「いいね」押しちゃってる <laughs> センスよ「や <laughs> めに落ちたそう悪者なんだよねかっこいいけど悪者なんですよ おばはー飼ってみたいのは何だろう全部 <laughs> でも大型犬は飼っちゃダメってあのお母さんに言われたんですよシェルが死んだ後に大型犬買おうよっつった忙しいから買えないしもう大型犬はあのー、忙しすぎて世話する人がいないから買えないね って言われました悲しいレナもなんか猫がこんなにいてなんか猫も猫も好きなんだけどどちらかといえば犬派です <laughs> 犬派なんですよねわかるゴールデンいいよねレナもゴールデン欲しいゴールデン買おうよって言ったんですよ見に行こうってでお父さんも犬より あ猫より犬派なのねだからお父さんには分かってもらえるんだよねそのなんか飼いたいっていうのが。なんだけど <laughs> お母さん猫派だからだからさお母さん猫派だからさ猫はさ4匹も増えてるのにさ今はさ坊太郎しかいないじゃんって思うんですけどまあ猫はね結構なんかマイペースだから <laughs>。 隣の家の人が飼ってるゴールデンえ、それでもね、家の近くに、あの、ゴールデンの、あの、飼ってるお家の人がいるんですけど、たまにね、庭で遊んでるの、そのゴールデンちゃんが。だから、学校帰りとかその道を通るときに、あの、いるんだけど、めっちゃ、めっちゃ可愛いよね。わかる。そうなんだよ。小型犬の場合、マジで散歩絶対、一日にさ、最低2回は、あの、絶対さ、散歩させないとダメって言うじゃん。 だからそうなったらかわいそうだしかわいそうっていうか散歩ができないできなかったらねかわいそうじゃん「私はないよね」って感じ大きい犬がいいよねもう大きいほど大きい方がいいよね犬に関しては <laughs> 猫はもう山猫とか言われてる,言われ,る言われてるからねあの猫の時点で <laughs> そうなんだよね対抗してるんだけどそう 小型犬買えるって大型でも大型犬飼ってないから今今飼ってないんですよ中型犬ほんとは小型犬だけどブータルがちょっとでかすぎて中型犬飼ってる人みたいになってるじゃ待ってるな30分で終わるって言ったよね言ってないっけ ?30 分で終わるつもりだったんですよ ニャ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 って言ってますねえ見て見てシェルとボッチャの写真めっちゃ可愛くないこれがシェルくんです少し前まで買っていたシェルくんやばいやばいやばい焦る <laughs> 何年前これ2020年の写真なんだけど死んだ待って <laughs> やばいやばいしかも学校のギタージやん <laughs> 死んだ <laughs> やばいあげないで困りまゆ困りまゆのシェルくんめっちゃ可愛くない危ないっていや危ないっていうかう見られたえ大丈夫セーフだよね マジ焦るなんかねだって動物の写真もあんまりさあの撮らないんですよ私服だったらいいけどさ <laughs> 学校のジャージなんやけどもうやだ <laughs> でもだからなんかシェルが シェルがあのー、死んじゃった後に写真見てシェルの写真がなさすぎてそっからやっぱりなんか動物自分のペットでもなんか可愛いって思った瞬間に可愛いって思った瞬間にちゃんと写真に収めようって思いましたね。<laughs> キツネが確かにきつい顔してるよね。 ね、やばいよね、もう最悪。で、ね、YouTube にあげる人あげないで。<laughs> やばいそれな、こういうところなんだけど。<laughs> いや、成約はいいじゃん。まだね、セーラーじゃん。中学とかはさ、大体ねニーニー。ニャンニャン。どうしたの？やばいやばい、もう最悪。じ <laughs> ゃあげないで、じゃあげないでって言って。え、ちょ誰かあげあ。 テロップに書こうじゃあテロップ書いても意味ないよねなんか録画してるやつなんかあげてるんだよね「天才」<laughs> しないで <laughs> えな何て書けばいいのあ <laughs> げあげないあ開けますいや,やばいぶん <laughs> ご 天才えっ何何何て書けばいいのえみんなえどうしようえなんかあげる人いるよねあげないであげないで <laughs> でもそんななんか見見られてない気がするけどえんんかその動画んげる人がテロップ見ないかうどうしたらいいの 動画見る人に伝えるためにはえスルーの方がいいの <laughs> まあいいか一瞬だからわかんないよね <laughs> これ一応この,このテロップで置いとくわ <laughs> いいよね一応これで置いといたらさ何とかなりそうじゃない わかんないけど <laughs> え結構ね録画してる人いるよね <laughs> でもさなんか録画してるだけでその今リアタイで見てないからえどうしようもないの最悪やん。 びっくりマーク増やした <laughs> びっくりマーク増やしました <laughs> びっくりマーク増やした <laughs> 気持ち大事だから気持ち大事どうびっくりマークの気持ち <laughs> どうですか伝わってるかな <laughs> 気持ち伝わってるかな うんうん。<笑><笑>いやケチ問題じゃないよこれに関しては <laughs> 録画してませんけどし週アップしかアップしませんえあれなの全部録画してんの送ってからだと思ってた分かんないけどい全然いいよそれはさっきの場所だけね <laughs> れなびっくりマーク大事 <laughs> 興味持つ人が出てくるだけえそうなのテロップってそんな力あるの。てヘヘヘヘんなヘヘ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 よねヘヘヘヘマークヘヘヘヘ天才ヘヘ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 ヘ時なんだね 全然知らなくてでなんか見てみたら当日の10時に全員だからチケット当たったとか落ちたとかわ分かるのかそれはそれは分かんだよねきっと分かんないけどそれ分かるよね <laughs> 席の番号だけが当日の10時なのか 大変ですねそれもそれで <laughs> えどうなのみん,えみんな的にどうなのえわかんないいいことなのか何な,な,なんかえ <laughs> あんまりあれなの <laughs> あんまりあれ あったねなんか <coughs> でも本当はダメなんだよ配信はダメなんですよやっちゃあげちゃダメなんですよっていう話を前にもした気がする <laughs>。<laughs> 配信あげてくれてる人はなんかちょっと優しい人なのかもしれないよねっていう話も前にしたんだよね。確かその時にいてくれた人は いやーあれだね、あれか分かんないけど。<laughs> 全然分かってなかった。遠征民、涙面。当たったかじら。ああ、そっかそっかそっか。いろいろ物あった、やってなった時にロナ準備ができない確かに。確かに。そうだね。<laughs> 何でもいい、別に。はじめ好きだから逆にやるみたい。ああ、そういうこと ええそうなんだえでも立ち見って結構ね人気らしい本当に <laughs> マジで人気って言ってましたみんながね <laughs> なんかあのあれだよね直前にキャンセルできないようにしたらいいのにね座席分かって24時間以内じゃないとキャンセルできませんみたいなそれ以外にトレードに出さなかったらもう来てくださいみたいな感じにやったらいいのにね まあいろいろあるんですよ感じですよね一応ね仕事ないからそちらが入いだけど席を早く知っていい席で嬉しき期間が長いああね気持ちがね気持ちが確かにね鳥の野菜やジルザでへこむね書き方やばい<笑><笑>こういう時にねコメントね読めないのがねちょっと名前か名前読めないのがちょっと悲しいんですけど 面白米が来た時にねびし DFGHIJ」ネビチ e F G HI「J」J が一番後ろなのか確かそうだそうだだからそれも当日の10時かだったらちょっとへこんじゃうよね確かにいやどうなんだろう分かんないけど <laughs> まあ状況的にはあんま変わらない人が大体じゃないかな。二章たち見でもいい。えー、そんな人気なの？美嘉は心準備できないから別に十人でよう。な <laughs> んでもいい。<laughs> やばいおもろいそれ。<laughs> 違うんだね。全然切符なくしてどれ飲み出した。えー、悲しすぎるそれは。 ダッシュとかあったのあビンゴイコール早い者勝ちみたいなんだえそうなんだダークありがとうまだいた <laughs> ビンゴってどういう感じなのわかんない悪くなる気、ね、もあああ椅子あるんだよね立ち見にもそうなんだよ そうそうそう。それな。別にどこから見ても音もめっちゃ大きく聞こえるし。ね。そこにメンバーがいるってだけで。嬉しいって人はまあまあ嬉しいかもね。そう思う人はね。じゃあ終わろう。そろそろ。ダンスやんないとやばい。今日一回も踊ってない。あ、まちょっと踊ったわ。ちょっと踊ったけど、20分ぐらいしか踊ってない。 遠方枠えそんなのあるんだ前列の時って心の準備いるんだねみんな縦より横あー確かにえそれなそれなえ特になんかレナのファンの人って特にそうだと思うレナの制服の面ってマジでか手が多すぎて下手に本当にマジで数えれる数分ぐらいしかいかないんだよねだから何か あの最善だったみたいなよく報告とかもあるんですけど最善であの右あみんなからして左のブロックの最善とかだったらもうレナがいないわけですよね最善になってもだからそういう時はもう本当に申し訳ない気持ちになりますあそういうこと入れるあそういう感じなんだえそうなのえビンゴするんだと思ってた普通にみんなで。 普通にみんなでビンゴして、なんかビンゴの紙一枚配られて、それが、なんか縦になった人が一番最初に入れるみたいな。え、そういう感じじゃないんだ。ビンゴじゃないやん、それ。普通にビンゴやってんのかと思ってた。そうなんだ。え、そうそう,そう、劇場に入れるだけでね、って思うけど。課題まります、しっかり。<laughs> いに横に太い人って <laughs>。まあ、せーとかね、あるもんね。ダンスね、頑張る。12時のでディショナだよね <laughs> おかしい。今日ちょっとレッスン場に行ってないから、ちょっと気が抜けちゃってね。だから、まあ、頑張りますよね、嫌だね。<laughs> 今日めっちゃ遅くに起きたけど、まあ内緒。さすがに内緒 <laughs>。今課題ないから、ここ兵庫だからさ、課題ないんですよ。なんから仕方ない。頑張っていっぱいごでっ、パリコエンジありがとうそう、紙手、神手とね、下手、マジでね、大事なんですよ、本当に。 ねレナの場合マジで上手じゃないと私の姿を見れないっていう別にレナだけを見に来たわけじゃないないない人なら全然いいんだけどそれならねなんだけど急に俺の話しないで <laughs> いやそれなんかわいそうだったマジで <laughs> マジそれ思ったえ <laughs> 待って忘年会かよやばー <laughs> え、マジガチビンゴだかと思ってた。え、そうなのえ、そう、リーチですみたいな。ねえあビンゴビンゴってなったら、そビンゴって一人じゃないじゃん、絶対。だから三人とか出てきつくるじゃん。ねそのビンゴになった三人は、先に入ります、みたいな。正解なのかと思ってた。あ、そうなんだ。え、なんか普通にさ、劇場に集まって、劇場っていうか劇場のあの外のところに集まってビンゴしてんのかと思ってた。違うのか。 いや、いや、そうい正解しつきあったような。うーん <laughs> 早く呼ばれるだけなんだね。そうなんだね。よし、踊ろう。ナンバーナンバー。え、そうなんだ。そういう感じが。 見せただけ泣いたえそれは感動それは感動だね普通にえそうもね。他の子見ちゃうじゃん <laughs> 他の子見ちゃうじゃんでもレナがねレナの問題なんですけどまず階段階階置いてきてる <laughs> あれいや違うよわざとじゃないよ <laughs> 前立っても残ってると周りの人団結感出る <laughs> あそういうことあガチビンゴの話じゃなくてあえそうなんだ団結感出るんだやばいねまだ当たんないですねまだ呼ばれないですねみたいなえー、そういう感じなんだ,だ,けだよーそういう感じなんだねうん。 最大劇場ビンゴあえ、そうなんだ <coughs> なん何か待っても無理すぎんなよーしんゃんありがとう音がぎゅうぎゅうだった <laughs> もうなんかロミーに音がぎゅうぎゅうだったがおもろい <laughs> セリフがコメントがあ選べるんだねえー 百発九十八中剣とかで外れることあるのかなえどうなのそれ持ったことあるたまに外れる外れた人いるこのあれ使って膝痛くなったな中射だよありがとう優しいあ狭いんだね早く行かないとダメか困るれちゃうねここはかがいまで頑張る それ見てみたら、こっそり行こうかな、じゃあ、劇場に。す <laughs> あー、涼しい、やば。<laughs> 呼ばれない人の、ちょっとかわいそうな一言やん。んああ、涼しい。<laughs> かわいそうすぎん、そんなの。<laughs> やばいね。<laughs> 隣の人と仲良くなってんのやよ。<laughs> ああ、そういうことね。 あ手紙ありがとう。ハート取ったかな確か。<laughs> 夏ねー、これからやばいよねー。これからね、みんな気をつけてね、熱中症にならないように。え、まじ、劇場入るまでに熱中症にな,な,なりそうなんだよな。なりそうな人とかいるんじゃない <laughs> いる、いそうな気がするけど。さすがになんない。建物内だけど、暑いよね。あそこ。絶対。 ごら悪いことしないのあんたはほんにうッ <laughs> うんうんうん。うんうん。倍率爆高いやつだとッフッえッるんだね。<laughs> け。<laughs> 去年以上に今年の気温やばいの嘘でしょえ、それはもうやばいよ。死んじゃうよ。だって去年やばかったもん。去年、ほんとにやばかった。去年の名古屋は、ほんとに、やばかったです。やばいね。 劇場インゲリ,リでいいのマジで楽。確かに。<laughs> そのビンゴ系がなかったらね。<laughs> 今来られた。<laughs> こらって言った。猫に <laughs>。準優勝って何大阪から行って準優勝。<laughs> 野球 <laughs> 野球を見に行ったの。 やばいね今年の夏やばいよほんと年記念公演なんかああだから記念公演的なのは特別公演を外れることあるんだねえそうなんだよクーラーって結構ねあの寒いよねだってレナたちも夏でもリハの時とか結構寒いですもん暑い日でもにおいがやばいそれは ほらえ今年やばいのやばいよえ名古屋って本当に多分ね日本で一番暑いんじゃないめっちゃ毛飛んでる <laughs> マジでえ <laughs> みんなに映したくしゃみマシな暑さどこが結婚していいよ熱中症にならないでね いいよーもぎ取ったほっぺを <laughs> えっそういうことあビンゴで最後の日に入った人が優勝っていうのは拍手とか起こりそうなんだけど受けるそうなったらめっちゃもろいやん <laughs> ビンゴ用語えそうなんだえっそういうこと え最後に残りして優勝っていいのえー、無理、恥ずかしすぎてやばいやん。優勝するとお待たせしました。優勝って何そんなどうやっためっちゃおもろくないそれ。やばいね。めっちゃおもろいやん。マジでね夏公演に出演。ねやめて。なんか、無理。死んだ。超あろ。 終わりますね <laughs> <laughs> やばいとしてそうじゃない年の差かなりあ分かるのあ今ぐらいの時期から分かってくるってことかええー、優勝したくないね優勝準優勝も3位も4位もやだよ <laughs> いや<ー笑> やだわー恥ずかしくない何回もあるんだね。やばいね。優勝何回もしちゃうの。大変だね。<laughs> 完全優勝やば。完全燃焼やん。逆でしょ絶対。言葉。急やね。おやすみおやすみ,やすみ信ありがとう。ありがとう。<laughs> ってことでさようなら。寝ます。寝ないけど。多分寝るのはみんなだと思うけど。 私は寝ませんレナダンスする今から今日ダンスしてないから別に疲れてないから、はい、今日は疲れるまで踊りたいと思いますけど筋肉痛なんで、ね、右の内ももめっちゃ筋肉痛で前は左の内ももが筋肉痛だったの今日は右の内ももが痛い。 昨日だけで分かったらマジ天才だと思う <laughs> だから切りますおやすみお疲れ様配信ありがとうおやすみ頑張ってねありがとうおやすみまたねおやすみおや寝て起きてなさしようと思わないの思いません <laughs> 寝ます絶対、ね、寝るよバランスしよう <laughs> その猫とね

お疲れ様よー。またね。お疲れ様。またねー。てかちゃんとってちゃんと入ってるから。<laughs> ちゃんと入ってる。<laughs> 分かった人いないじゃん。じゃあ。おばちゃん。五時前後に。五時。んあ、五時間後にか。いや、ちょっとやるかわかんないけど。今日は。 わかんないですけどじゃあおつれなおやすみ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 おつれなでも課題はだってないじゃんしできないもん課題ないから課題ないもんここにないんですよ今 <laughs> 課題のことになった必死にね展開をします <laughs> おやすみじゃあねまた 猫ちゃんいつでもいるから来てね。いつでもじゃないけど。<laughs> バービーやってどこですかバイバーイ。結婚していいよーいいよー。いいよー。はい、あげます。ほい。<laughs> ほらおげんた見るオッケーうらすぎな, <laughs> ないんですよよー ってことで寝ますね <laughs> 寝ないけど <laughs> だってないんだもんほんとに課題いあったらやるよあったらあったらちゃんとやりますよいや今日ねあったらやると思ってたんだけどないもんないからねできないんだねうん切るね <laughs> 切るねちょっとあの、ね、ダンスやないつダメだからさ課題ないから切るね <laughs> あったらねじゃあねー バイバーイ。イ全国的安価やっててこっちがやるんでほしいわ <laughs> やらないんですよやらないんですよはいバイ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 こういうのあるよねあの島の向こうで船がバイバイってなるときにこうやってバイバイする人 <laughs> バイバーイ <laughs> さようなら <laughs> さようなら世界 <laughs> や,やるよやるよ課題ねやるから気持ちはいつもやってるんだけどね気持ちが先走っちゃうバイバイ <laughs> もうあと3分やんもういけるけどバイ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  メールを返信見ます。ちゃんと。見ますね。<laughs> はい、ま、わあ、おやすみ。明日も。明日も頑張ろうね。バイバーイ。